白路大量ドンパクは2004年に始まった北海道釧路市で行われている祭典の一つ。ドンパクは打ち上がる花火の音、ドンと食材をいただくパクパクのパクの造語。釧路市にはかつて釧路コスモスフェアや釧路出現フェアなど秋の訪れを告げる祭典が多く行われていたが1990年代前半までに終了した。そんな中、 9月4日午後6時を946の日にしようという機運が高まり、1990年代後半になって946の日が設定される。その後、この関連行事として、王、魚祭りや末広祭りなど多くのイベントが行われるようになった。そして2004年、これらのイベントを統合する形で、釧路大漁ドンパクが開催されることになった。 さらに、釧路港祭りで開催されていた、同心花火大会もこの祭典へ移行して、移行後は2尺玉や3尺玉を打ち上げている。9月第2土曜日を起点とする前後3日間2009年は、x ジャパンの都市が出演。1997年から開催されていたが、2010年は不況の影響による共産金現象から中止となり、翌年以降も開催されるか未定。 ありがとうございます。